岸田総理大臣は明日の内閣改造と自民党の役員人事で焦点となっていた萩生田経済産業大臣の処遇について政調会長に起用する方向で最終調整を進めています。国会記者会館から中継です。党の政策責任者に最大派閥安倍派のキーマンである萩生田氏を据えることは安倍派を重視する姿勢を示し山積する政策課題での党内調整を円滑に進めたい狙いがあります。萩生田氏の政調会長起用の方向については安倍派内から党四役に入ることが重要だとの声が上がっています。また政府与党関係者によりますと総務会長に遠藤選挙対策委員長、代わりの選対委員長に森山総務会長代行を起用する方向で最終調整に入りました。人事は今夜にかけて大詰めを迎えますが、党内から目玉人事や若手の起用がなければ政権浮揚効果は薄いとの見方も出ていて、挙党体制と岸田カラーの両立を図れるかが注目です。